日本の南海上では対流活動が活発になっており、早ければ今日にも新たな熱帯低気圧の発生の可能性があります。まずはその様子、衛星画像の方で確認してみたいと思います。こちらに映っているもの、こちらは台風5号徳須里のものです。一方、新たな熱帯低気圧として可能性が出てきておりますのは、その南東側、こちらの雲の塊ということになります。こちらの海域の状況を確認をしてみたいと思います。海面水温の状態確認をしてみますと、太平洋北西側ですね、赤道付近がこの辺り、この赤道の西側のエリア、こちら赤くなっておりますけれども、台風が発達しやすい海面水温がかなり高い状況ということになっております。このため今後熱帯低気圧がマリアナ諸島付近で発生する可能性というのがあります。その様子、風の今後の予想で確認をしてみたいと思います。目印としまして、太平洋高気圧の勢力に対応するもの、黄色のラインにして見てみますと、台風5号がこちらの渦巻き、そして新たに発生するかもしれないもの、南側の方に別の風の渦巻きというのが確認できます。こちら動きの方を見ていただきますと、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日と太平洋高気圧の勢力を削ぐような形で台風の方かなり北上してくるという予想になっています。台風あるいは熱帯低気圧が北上してくるということになっております。この動き、水蒸気画像のシミュレーションに切り替えてもう少し確認をしてみたいと思います。現段階では台風5号による水蒸気の塊というのがはっきり見えておりますが、この後週明けぐらいには湿った空気の塊というのが別のになって北上してくるということになりそうです。このためこれから影響があるとすれば日本付近月末以降ということになりそうですが、南西諸島方面に近づく可能性というのもございます。この時期、例年7月から台風の発生が一気に多くなりまして、8月に発生数のピークを迎えることになります。これからの季節、台風への備えを行いつつ、引き続き最新の状況を確認いただければと思います。台風熱帯低気圧の最新の状況はウェザーニュースアプリで確認いただけます。